絵本作家になりたいっていう夢はずっと忘れられなかった。心落ち着く優しい色彩にどこか懐かしさを感じる絵のタッチ。韮崎市在住の山崎千里さんは今月、子どもの頃からの夢だった絵本作家としてデビューします。自分がそんなことできるのかなって思っていたところで、今こういうふうに形になるっていうのは、まだちょっと、ね、信じられないようなところもあるんですけど、とっても嬉しいですね。小学生時代は手作りするほど絵本が大好きな女の子でした。小さい頃から両親がよく絵本とかを読んでくれていたので、文字もそんなにたくさんない中、それでもその中の世界っていうのがすごく楽しいものだなって思っていた。一般企業に就職後、結婚、出産を経験した山崎さんでしたが、コロナ禍で自分の夢を振り返ったといいます。人生100年時代、私が100歳まで生きられるんだったら絵本を作ってみたいっていうのをやってみたいなって思ったんですね。仕事も家事も育児も忙しい毎日でしたが、山崎さんは家族に思いを打ち明けることにします。相談してくれた時はとてもこう嬉しかったというか、感慨深いものがありました。頑張ってたりしてて、まあ、とてもかっこよかった。ですって。でも多分一緒に遊んでほしかったと思います。ご飯は今から炊かなきゃいけない。家族の協力を得る中、山崎さんは自ら描いた絵のグッズを販売したり、SNS に投稿したりと、少しずつ作家活動を始めます。すると一昨年、絵を目にした出版社からオファーが舞い込みました。こんなことあるんだ、嘘かなっていうぐらい最初は信じられなかったですけど。それからは絵本の作成に向け、打ち合わせをしては書き直しを繰り返す日々。こうより明るくというか、こうやりたいことっていうのがやっぱりあると気も充実してるのかなと、そういうのはちょっと感じてましたね。一番近い人に賛成してもらえなかったら多分できないなと思ってたので、思い切って伝えて。絵描いてる自分はどうですか？どう？絵描いてる自分？真剣です。はみ出ないようにこう慎重にやったりとか、何の色にしようかなって。ありがとうございました。そして完成した絵本、大好きな家族をテーマにしました。大きなケーキ、嬉しいね。みんなでおめでとう、楽しいね。そういえば、おめでとうっていうのはなんでだろう。僕は考えてみました。いろんな不思議が重なって、大切な人が生まれた日だからな。家族の支えで叶えた夢、絵本作家として一歩を踏み出します。これからもたくさん絵本や楽しい気持ちを作ってください。はい、ありがとう。だいぶ遠回りはしたと思うんですけど、やってみたいって思うことが
心の中にあれば、何かこう協力してもらえる人が現れたり、ほんのちょっとでも踏み出したらできるかもしれないというか、できるんだなっていうのを今実感しています。